H 部隊はイギリス海軍が第二次世界大戦中に編成した任務部隊の一つ。ただし H 部隊それ自体が任務部隊と呼称されていたわけではない。1940年にイタリアが数軸国側として参戦し地中海の中央部を抑えられてしまったことにより地中海西部の海軍力の空白を埋めるために編成された。地中海艦隊の主力は エジプトのアレクサンドリアにあり、終戦まで地中海東部の正海系を確保している。イタリアの降伏まで地中海西部を H 部隊が、東部を地中海艦隊が活動することになる。H 部隊は、イギリス海軍の指揮系統において一風変わった位置にあった。通常のイギリス海軍部隊のあり方から考えると、ジブラルタルを基地とする H 部隊は、 その地域を管轄するジブラルタルの指令を間に挟んで第一海軍橋の指揮下に置かれることとなる。しかし実際のところ H 部隊は間に誰も通さず第一海軍橋の直接指揮下に置かれていた。詳細はメルセルケビール海戦を参照 H 部隊の最初の作戦は H 部隊が編成された理由と深く関わるものであった。イギリス首脳部は地中海に残存している。 フランス艦隊は地中海におけるイギリスの権益にとって脅威であるとみなしていた。独屈の旧戦条約上ではフランスは自らの艦艇を引き続き保有することになっていたがもし BC 政権がフランス艦艇をドイツに引き渡せば地中海の戦力バランスはイギリスにとって決定的に不利になる。結果として H 部隊はカタパルト作戦を実行するよう命令を受けることとなった。 残存フランス海軍部隊のうち、最も強力な部隊は、アルジェリアのメルセルケビール港に在泊していた。この部隊は、フランス艦隊の中で最も新しくかつ、強力な艦艇である、高速戦艦ストラスブール、ダンケルク2隻と、旧式ながら、よく整備された、ちょうど旧戦艦2隻、およびその後衛に当たる艦艇からなっていた。H 部隊は、アルジェリア沿岸に進出し、 フランス艦隊司令官のもとへ交渉団を送った。交渉団はフランス艦隊に対し中立国で抑留されるか、イギリスと共にドイツと戦うか、このまま白地で自陳するかなど様々な提案を行った。しかし交渉に当たったフランス軍指揮官は上層部に対して自陳案のみを報告したためイギリスと交戦するように命令を受けることとなった。フランス側は 交渉役のホランド大佐に対し、フランス官邸がドイツ・イタリアの手に渡ることがないことを保証すること、さらに、フランス海軍は不当な攻撃には武力を持って反撃をする用意があることを申し入れ、明確な回答を避けた。これに対し、イギリス側は、フランス側の明確な約束のないのを口実として、12時30分に、 空母アークロイヤルのソードフィッシュ環状雷撃機による湾港への磁気機雷の散布を実行し、フランス艦隊が退避できないようにした。交渉決裂の原因は、フランス軍の指揮官の繁栄感情とともに、H 部隊の司令官の航行戦欲にあるのではないかと欧州では考えられることが多い。戦闘の結果、残存のストラスブール特築艦4隻が地中海の軍港通路に脱出したが、 そのために多くの犠牲を払うこととなった。イギリス艦隊の放火によって、旧式戦艦ブルターニュは、爆0千人以上の将兵が戦死した。旧式戦艦プロバンスは大破、ダンケルクも被弾したが、後に修理を受けて、通論に移動したために結局無力化できた戦艦は一隻のみであった上に、フランス国民の繁栄感情を煽り、BC 政権が数軸陣営に入って、 連合軍の脅威となりかねない危険性を残しただけであった。この喜ばしからざる作戦の後、H 部隊は通常の任務に携わることになり、西部地中海での様々な作戦に参加した。それらの中で特筆すべき作戦は、マルタ島輸送船団の護衛作戦である。マルタ行きの早期の船団は、比較的軽微な損害を出すに留まっていた。しかし1941年に、 ドイツがシチリア島にドイツ空軍第10航空軍団を配備してからは恐るべき犠牲を軍艦や商船にもたらしたのである。1941年に H 部隊が関わった戦いのうち最も有名なものは H 部隊の主戦場である地中海ではなく大西洋で発生した。5月18日、ドイツの戦艦ビスマルクは通称破壊を行うため、 重巡洋艦プリンツオイゲンを伴って大西洋へ出発した。ビスマルクはアイスランドとグリーンランドの間のデンマーク海峡を抜けイギリス北方を迂回しようとしていた。そこでビスマルクは新英戦艦プリンスオブウェールズと旧型の巡洋戦艦フットを主力とする強力なイギリス海軍部隊の迎撃を受けた。この交戦はイギリス海軍にとって最悪であった。 プリンス・オブ・ウェールズは被弾して、中波、フットは爆沈し、約1400名の乗組員のうち3名のみが、生き残った。今や、投入可能なすべてのイギリス海軍艦艇に、ビスマルク撃沈の命令が下されることとなった。H 部隊も、迎撃のため、ジブラルタルから出航した。その主力は、航空母艦アークロイヤル、巡洋戦艦レナウン、軽巡洋艦シェフィールドである。 フットを撃沈したものの、ビスマルクは、デンマーク海峡での海戦を、完全に無傷で切り抜けることはできなかった。プリンス・オブ・ウェールズの砲弾が、ビスマルクの燃料タンクを切り裂き、燃料漏れを発生させていたのだ。このため、ビスマルクは通称破壊戦を切り上げるとともに、プリンス・オイゲンを分破した。両艦は、別ルートで、フランスのブレスト港へ向かうこととしたのである。イギリス海軍は、 空母ビクトリアスの艦載機にビスマルクを空襲をさせたが攻撃に失敗。さらにビスマルクは一時追尾に当たっていたイギリス艦サフォーク、ノーフォークのレーダーから逃れることに成功した。後に再び発見できたもののビスマルクを撃沈するためにはまずその足を止めることが先決であった。このためアークロイヤルもソードフィッシュライ撃機による空襲を試みたが 攻撃隊は目標の位置を誤認し、ビスマルクを追尾していたシェフィールドを攻撃してしまった。なお、この攻撃に用いられた魚雷は新式の磁気進艦を使ったもので、信頼性に欠けていると考えられた。次の第二次攻撃隊は従来型の接触進艦を持つ、信頼性の高い魚雷を搭載することになった。第二次攻撃隊の攻撃によりビスマルクは打機を壊され、 航行能力に大きな打撃を受けた。時に5月26日夜のことである。その後もビスマルクは直接してくるイギリス海軍の部隊と断続的に戦闘を続けた。翌朝、戦艦キング・ジョージ5世及びロドネーを含んだイギリス艦隊が戦場に到着。その攻撃によりビスマルクは撃破され戦闘能力を失ったため自陳した。マイアーレによる 攻撃イメージ1941年の終盤、地中海のイギリス海軍の運命はどん底にあった。地中海艦隊では爆撃によってすべての空母が損傷を受け作戦行動が不可能となっていた。11月25日には戦艦バーラムをドイツ潜水艦の来撃で失い、戦艦クイーンエリザベスとバリアントは12月19日にアレクサンドリア港内で イタリアの人間魚雷の攻撃を受け大破着底し、これらも戦列を離れることとなった。H 部隊も悲劇に直面していた。11月、マルタへの航空機輸送作戦中に空母アークロイヤルがドイツ潜水艦 U-81 によって撃沈されたのである。イギリス海軍が破滅せずに済んだのは、イタリア海軍が積極的な攻勢に出なかったからに過ぎなかった。 1942年は定調のうちに幕を開けた。この年の初めに緊迫した任務となったのは、マルタ島への補給任務だった。マルタは何ヶ月にもわたって激しい攻撃にさらされており、輸送船団は、わずかな隙をついて、補給任務を強行できるよう厳重に護衛される、必要があった。輸送が成功したとしても、マルタの状況は、飢餓の一歩手前に過ぎなかった。 第二次世界大戦中、最も厳重に護衛された戦団が、この戦いの鍵となった。この、8月に行われたペデスタル作戦によって、マルタを持ちこたえていくだけの物資を運び込めたのである。1942年の一時期、H 部隊は、実際には存在してはいなかった。5月に入り、H 部隊から、マダガスカル島のディエゴスワレスに対する攻撃に、兵力を抽出されたためである。 この作戦は成功を収めたものの重要な時期にイギリスの海軍力を無駄に使うものだという批判が多かった。1942年11月は戦いのターニングポイントとなる月だった。統治作戦が実行されイギリス第一軍をはじめとする米英軍がモロッコ及び H 部隊はこの上陸部隊を援護するために動員された。上陸部隊にとっての脅威は イタリア艦隊とビシーフランス軍であったが目立った抵抗を行ったのはビシーフランス軍だけであった。ビシーフランス軍はカサブランカにおいて上陸部隊を支援するアメリカ艦隊と砲火を交えた。この北アフリカにおける大規模な作戦の最終的な狙いはチュニジアを数軸国の勢力圏から切り離すことであった。この狙いは最終的に達成され十五万人を超える 数軸軍兵士が連合軍第18軍集団に降伏した。25万人といえば、スターリングラード攻防戦での降伏者数に等しい数である。H 部隊はこの戦いを通して、陸上部隊に厳重な援護を提供した。さらなる二つの上陸作戦において、H 部隊は上陸部隊をイタリア艦隊から守るために援護に当たった。 1943年7月に行われたシチリア島攻略作戦であるハスキー作戦と同年9月のイタリア本土されるのへの上陸作戦アバランチ作戦がそれである戦場が本土に移った結果イタリア政府は降伏した残存したイタリア艦隊は戦艦ローマがドイツ軍の無線誘導爆弾フリッツ X の攻撃を受け艦隊司令長官と共に沈んだ他は 大部分がドイツ軍の接収を免れた。H 部隊はサルデーニャ島近海でイタリア艦隊と打ち合い、マルタまでこれを護衛した。H 中海艦隊司令長官のカニンガム提督は海軍本部に次のような伝統的な信号を発信した。BE Please d to inform their l o r d s h i p s the i i a n f l e e t ライズ・アンダー・ザ・ガンズ・オブ・ザ・フォートレス・アット・マルタ。イタリア艦隊の降伏によって、地中海に主力艦を含む艦隊を維持する必要はなくなった。H 部隊の戦艦や航空母艦は、本国艦隊や東洋艦隊に配属外となり、司令部、地中海の海軍作戦は、より小型で軽快な艦艇による部隊が行うことになったのである。現在、イギリス海軍がジブラルタル及び、 西地中海に配備している艦隊はジブラルタル戦隊のみである。ありがとうございます。